私、眠っておりましたか？もう、すっかり日が沈んでおります。いけませんね。今日はなんだか、赤ちゃんのように小刻みに眠ってしまっている気がします。慣れない海ではしゃぎすぎて、自分で思っている以上に体力を消耗しているのでしょう。失敬いたしました。大あくびを。おや？なんだかあったかいと思ったら、主様が私を抱き寄せて眠っておられますね。これはどういう状況でしょう。キャル様やペコリーヌ様は近くにおりませんし、状況がわかりません。寝ぼけて、うまく頭が回りませんし。仕方ありません。気持ちよさそうに眠っているので恐縮でございますが。主様を起こして、事情を聞きましょう。主様、主様。お目覚めください、主様。はい、おはようございます。いつでもあなたに忠実な従者、コッコロでございます。主様、私現状が分からず困惑しているのですけど、事情を説明していただけますか？それにこのように強く抱きしめられると骨が折れてしまいそうですので、ご勘弁くださいまし。あったかくて、心地よくはあるのですけど。はい、ありがとうございます。恐縮でございます、主様。真夏日ですが、太陽が沈むと、多少肌寒いですね。主様が体温を分け与えてくださったおかげで、風邪をひかずに済みそうで助かります。ともあれ、どうして私は主様と一緒に寝ていたのでしょう。はい、仰せのままに、主様。ふむふむ。暗くなってきたので、今日のところは一旦撤収することになったのですね。確かに夜の海は視界も悪く、泳ぐのは危険でございますから。それで荷物などをまとめて宿泊場所となるバンガローまで移動することになったのですか。先に下見をしましたけれど、なかなか癒しあふれる感じのバンガローでございましたね。キャル様は不満を漏らしていましたが、私は嫌いではございません。エルフは自然に寄り添って生きる種族でございますから。ともあれ、私は疲れて寝入っていたので、起こさぬように気を使って、主様が見守りつつ、そのまま寝かせてくださったのですね。起きたら二人でバンガローまで移動、起きなかったらおんぶして運ぶという感じで想定されていたのですか。バンガローの部屋割りはキャル様とペコリーヌ様、主様と私だったので、責任を持って主様が私の面倒を見てくださったのですね。けれど私の体が冷えないように抱っこしていたら、主様も眠くなってしまって、一緒にうたた寝をしてしまったのですか。理解いたしました。なんだか気を使っていただいたようでお恥ずかしいです。美食殿の皆様は私を年相応の子供として扱ってくださいますね。守り甘やかして慈しんでくださいます。そういうのには慣れてなくて、やや気恥ずかしいこともあるのですけど、
とても光栄で嬉しく思います。故郷では私まるで腫れ物に触るような扱いで、長老の娘として尊重はされていたのですけど、人肌のぬくもりが遠かったのです。けれど今は全ての子供たちが平等に与えられるべき、そういう尊いぬくもりを皆様からもったいないぐらい与えられています。私は下方者ですね。主様のおそばで過ごす日々が、そのすべての瞬間が、故郷ではどれだけ望んでも得難かった宝物でございます。輝いております。今宵の空にきらめく星々のように、はあ、幸せです。私ばかり見ていないで、周りをご覧ください。主様、昼間の海も水面が陽光を反射してキラキラ輝いていて素敵でしたが、誰もいない静かに泣いた真っ暗な夜の海も趣深いものですね。はあ、主様、潮騒が子守歌のようです。私また眠くなってきてしまいました。主様、大変申し訳ありません。また猛烈な眠気が襲ってまいりました。立っていられないほどです。少々お待ちください。頬を叩いて眠気を散らしますので。主様、なぜ私を抱っこするのでしょう。ふむ、正直なところ大変助かります。お手数をおかけして恐悦至極に存じますが、私いつもこの時間には寝床に入っておりますので、どうにも起きていられないようです。すみません、昼間も小刻みに眠っていたので、逆に目が冴えて叱るべきなのですけど、海で遊ぶの意外と体力を消耗しますしね。ぐったりしております。このまま朝までぐっすり熟睡したいです。すみません、主様、甘えてしまっていけませんね。私は主様を支えて導くガイド役なのに、いつも逆にお世話になってしまって。はあ、けれどこの感じなんだか懐かしいです。昼間日差しにあぶられてヒリヒリ痛む日焼けした肌、主様の体温、鼓動、どこかで同じような愛おしい感覚を。主様、この輝きは、はい、眠くってうまく考えられません。久しぶり。元気だった？今日はね、今まで頑張ってきたあんたにご褒美を持ってきたのよ。それはね、夢よ。あたしがあんたのために作ってあげたとびっきり素敵な夢。
何よその心配そうな顔、信用しなさいよ。夢の中のあっちの世界は本当に素敵なところなのよ。なんたってあっちはあんたの故郷なんだから。あんたが昔故郷で体験したイベントを今のあんたに追体験してもらおうってわけ。故郷って言っても記憶喪失のあんたはピンとこないわよね。あっちはあんたが見たことも聞いたこともない不思議な場所なんだけどね。でもあんたはそのことに何の疑問も持たないはずよ。あっちにいること自体が当たり前って思えるはずだから、安心して夢を楽しみなさい。それじゃまたね。大変恐縮です、主様。ここで主様とお会いできたことは大概の喜びでございます。やはり主様は迷える私を導いてくださる救世主。私今日は父と一緒に泳ぎの練習に来たのですけど、父に業務上の休養が入ってしまって一人で取り残されて寂しかったのです。私だけだと泳ぎの練習をしようにもどうしたらいいかわからなくて、主様がそのあたり協働してくださって感謝いたします。ふむ、なぜでしょう。主様よくそのように主張されますね。けれど主様は主様なので、そのようなことをおっしゃられても承服いたしかねます。ふむ、確かに変な、普通は用いない呼称かもしれませんけど、やはり個人的には主様とお呼びするのが最もしっくりくるのでございます。けれど主様がお嫌なら代案を考えるべきですね。せめて人前ではその別の呼び方を用いようかと思います。妥協して、本当は主様って呼びたいのですけど、何か主様的にこんな風に呼ばれたいみたいなご要望はありますか。はあ、けれど主様は私の兄ではございませんよ。うん、年下の子にはそう呼ばれることが多いからと、それが一般的なのですね。勉強になります。ではお望みの通りに呼ばせていただきます。お兄ちゃん、なんだか無性に恥ずかしいです。わがままな話でございますが、やはり主様と呼んではいけませんか。はい、もう主様でいいよと。ありがとうございます。主様はお優しいですね。私大抵誰と話していても戸惑わせてしまうのですけど、主様は愛想を尽かさずに相手をしてくださいます。今日も偶然見かけただけだろう私に声をかけてくれて、手取り足取り泳ぎ方まで教えてくださいましたね。本当に嬉しかったです、主様。私今日のことをきっと忘れません。おばあさんになっても死んで生まれ変わっても、この輝きは魂の奥に残り続けるでしょう。このご恩をいつか返したいです。今は無理でも大人になったら、遠い未来でも来世でもきっといつか必ず報いますね。約束します、主様。私心に誓います。はい、ご苦労様。
あんたが今見ていたのは夢みたいなものよ。起きたら多分全部忘れちゃうわ。今回はみんなで海水浴してるみたいだし、そういう方向性の思い出が想起されてるみたいね。あんたとコッコロタンはあっちではあんまり接点がないんだけど、夏にたまたま近所のプールに行ったらばったり遭遇しちゃったみたいね。コッコロタンは割と変な生活をしてるんだけど、この頃には普通に小学校にも通い始めてたみたい。それで学校のプールの授業のために泳ぎの練習してたっぽいわね。あんたがこの日泳ぎ方を教えてあげたおかげで、コッコロタンは学校の授業も過不足なくこなして、いい感じにそのままクラスにも溶け込んでいったみたいよ。いいことをしたじゃない。偉い偉い。ありがとね、いつもコッコロタンのお世話をしてくれて。私はなかなか手出しもできない立場だから、やきもきしながら見てるしかなくって、あんたがコッコロタンを幸せにしてくれてとっても助かってる。というかなんか変な言い方だけど、自分のことみたいに嬉しいし感謝してるわ。ありがとう。できればこれからもコッコロタンのことをよろしくね。おっと、のんびり話してる場合じゃないわね。夏場とはいえ屋外で寝てたら風邪をひきそうだし、さっさと起きなさい。バイバイ、また夢で会いましょう。主様、主様。急にガクッとふらつかれたので驚いて起きてしまいました。いかがいたしました？どこか痛むのでしょうか？ふむ、何か一瞬意識が飛んでいたと。主様も疲れているのでしょう。私やはり自分で歩きますね。抱っこで運んでいただくのもありがたくって嬉しいのですけど、やはりガイド役としては主様の手を引いて導いて差し上げたい。さあ主様、お手手をつないでまいりましょう。私たちの安らげる居場所へ。それでたっぷり休んで、明日も明後日も楽しい海水浴を満喫いたしましょう。はあ、ウキウキしますね、主様。